アダム・イェヒン・エガ・ダーンは、アメリカ合衆国出身のイスラーム主義活動家。アルカイダのスポークスマンで、メディア顧問で、英語圏におけるアルカイダの代理人。ユダヤ系アメリカ人であり、生まれた時の生命は、アダム・パールマン。2004年から2006年にかけて、アルカイダから米国へのメッセージとされる複数のビデオに、アメリカ人はザームとして登場した容疑で知られている。 2004年、ガダーンは FBI のテロリズムとの戦い指名手配リストに載った。2006年10月11日、ガダーンの名はテロリズムとの戦い指名手配リストから削除され、その代わりに FBI の最重要テロリスト指名手配リストへ移った。同日、ガダーンはカリフォルニア中央地区連邦地方裁判所にて、連邦大陪審から反逆罪で起訴された。 反逆罪で起訴されたアメリカ人としては1952年に死刑が確定した川北隊が衆国事件以来である。ガダーンはフィル・ガダーンとジェニファー・ガダーンの息子として生まれた。父フィルはあまり売れなかったが評判の高いサイケデリックアルバムレラティブリー・クリーン・リバーズで知られるミュージシャンだった。父方の祖父カール・パールマンは 巧妙な外界で名誉毀損防止同盟の幹部であり、父方の祖母アグネス・ビーチはザクロニクルクリスチャンニュースペーパー誌の記者だった。アダムが生まれる前、トーフィルはユダヤ教からキリスト教に改修し、聖書の登場人物ギデオンにちなんでガダーンと名乗るようになった。ガダーン家はカリフォルニア州ウィンチェスターの農場でヤギを育て、ハラールの戒律に沿って屠殺し、 イスラム教徒相手の食料雑貨店に売る商売をしていた。アダムは1995年中期まで家庭で教育を受けていたが、16歳の時祖父母と共にサンターナへ転居し、学校に通い始めた。当時の友人たちは、よなれぬアダムを一匹狼ともパシリとも表現している。アダムはデスメタルのファンで、ゼノサイドという名の SF 同人誌に、 音楽辞表やイラストを発表していた。バイルレーベルから出た、アクツ・オブ・ザ・アンスピーカブルのレビューで、彼はこう書いた。ベーリア・カルテットが飛ばしてくれた。特に、トーチャード・モンズ・オブ・アゴニー、バッター・アシッド・エネマ、ブラックネス・ウィズ・イン、スカルプ・チャースの4曲が最高だ。デスメタルの先駆者たちからの最高のリリースだ。そして、ゼネラル・サージェリーというバンドの EP のレビューではこう、書いた。 これは基本的にスウェーデンのデスメタルのスーパーグループだ。ディスメンバーやアフリクテッドやクリーマトリのメンバーがフィーチャリングされている。歌詞についてはバックカバーに引用されている文句にうまくまとめてある。人殺しは唯一の暇つぶしの手段だとね1995年17歳の時、カダーンはオレンジ軍のイスラム教会でイスラム教について学び始めた。 ガダーンの学習グループは、若い世代の原理主義者たちから構成されており、モスクの責任者のハイサム、ダニー・バンダクジを、ユダヤ人ダニーと呼んで攻撃していた。バンダクジが、西洋風の衣服を着て、ユダヤ人に対して過剰に友好的だったからである1995年の、クレニ・ガダーンは、イスラム教へ改修し、そして間もなく、自らの改修体験に関するエッセイを、 南カリフォルニア大学のウェブサイトに投稿した。題名は、ムスリムになることというものだった。アダムの両親によると、彼は1997年5月に、かつての指導者である、ハイサム・バンダクジを襲撃した容疑で逮捕され、有罪となり、2日間服役した。裁判所からは40時間の社会奉仕活動も、命じられていたがこれを怠ったため、再び逮捕収監されてもいる。 1998年、ガダーンはパキスタンに移住し、アフガン難民女性と結婚した。アメリカの家族とは断続的に連絡を保ち続けた。2003年、彼はパキスタンで、ハリド・シェイク・モハメドからメリーランド州での自爆テロに参加するよう誘われたが、結婚したばかりで、妻が妊娠していることを理由に拒否した。しかしながら、CIA によると、 ガダーンは数回にわたってモハメドと1対1のブレインストーミングに参加したとも言う。2004年5月26日、アメリカ合衆国司法長官、ジョン・アシクロフトと FBI 長官、ロバート・モラーは、ガダーンがアルカアイダの構成員として2004年の夏か秋にテロ行為の実行を予定していたと発表。この時もラーに名指しされたのは、 アハメド・ハルファン・ガイラーニとファズル・アブドゥル・ラー・モハンメド、アメル・エル・マーティ、アーフィア・シッティクイ、アブデル・ラウフジデー、アブドゥ・ナングル・シャイル、エル・シュクリジュマ、そして、ガダーンの7人だが、ガイラーニとモハンメドは1998年の、米国大使館爆破事件で2001年から、FBI の最重要指名手配リストに、記載済みであり、残りの4人も以前から FBI に指名手配、されていたため、 この中ではガダーンが唯一の新顔だった。事例は2002年1月17日から FBI の情報収集リストの中に含まれていたが、このリストにはガダーンと他の3人も追加された。この時のテロ攻撃はアメリカ合衆国大統領選挙に影響を与えるべく計画されたものと伝えられるが、実行には至らなかった。2004年10月下旬。 ABC ニュースはアメリカ人はザームと名乗る男性による75部のビデオテープを放映した。その内容は米国にテロ攻撃を予告し脅迫するものだった。このビデオの抜粋が放映された後、モスクにおけるガダーンの知人から司法当局に連絡があり、このビデオに出演している男はガダーンであろうとの情報が寄せられた。2005年、 アメリカ同時多発テロ事件の4周年記念日にアルカアイダからのビデオメッセージと称する11分間の映像が ABC テレビの番組グッドモーニングアメリカで放映された。その映像に出演して喋っていた米語アクセントの男性は顔を一部隠されていたものの米国の情報機関によってガダーンと断定された。このビデオの中でガダーンは爆発の反響と 不信心者たちの喉を切り裂くことを称え、特にイラクやアフガニスタンにおける米国の外交政策と軍事活動を求断していた。ロサンゼルスやメルボルンにおけるテロ実行を予告する言葉も吐いた。昨日はロンドンとマドリードで、明日は神がお許しになるならロサンゼルスとメルボルンで、今度は手加減しないからそのつもりでと。同じ頃、 ガダーンは、アルカーイダ製作の人気ドキュメンタリー映画、ナレッジ・イズ・フォー・アクティング・アポンにも出演した。この映画は、アルカーイダの歴史を、アフガニスタンの半祖闘争時代から、世界各地での訓練キャンプの設立、そしてアメリカ同時多発テロ事件の実行に至るまでを、辿った内容である。ガダーンはこの作品の中で、西側社会の観客たちに、アルカーイダの理想や、 哲学や目的を解説するとともに、アルカアイダをテロリストたらしめた地政学的な立ち位置への視点を持つよう呼びかけている。この作品の長尾を飾るのは、ガダーンによる同時多発テロ事件の影響の解説であり、ハイジャッカーたちが自爆テロ攻撃に先立って撮影した純教ビデオであり、自爆テロ自体を描写するビデオのモンタージュだった。ふんだんに制作費を使い、 英語とアラビア語双方の字幕を付け、ガダーンのような西側世界出身のムスリムにアルカアイダへの参加を呼びかける宣伝映画として話題になった。2006年7月7日、ガダーンはインターネット上に公開されたアルカアイダのビデオの中で素顔をさらした。この映像の中で彼は米軍のイラク侵中を弾劾し、米兵による殺人やレープ事件を非難している。 ガダーンの家族はこれまで公開されたビデオに関してアダムかどうかわからないと発言していたがこの新しい映像については沈黙を守った2006年9月2日イスラムへのいざないというビデオの存在が複数の親アルカアイダ系ウェブサイトで明らかになった計48分のこのビデオではおよそ44分間ガダーンが抗議を行い残りの4分間はアルカアイダの理論家 アイマンザワー・ヒリーが喋っていた。この映像の中でガダーンは、ダニエル・パイプス、ロバート・スペンサー、マイケル・ショイヤー、スティーブン・エマーソン、そして、ジョージ・ W ・ブッシュといった、憎悪に満ちた反イスラムのシオニスト十字軍の、ソークどもが食い改めて、イスラムの光の中に歩み入り、神の敵に対して、反家を翻すならば、彼らは我々イスラムの兄弟として迎え入れられるで、あろうと言明した。 パイプスとスペンサーは、この呼びかけを公に拒絶した。ガダーンは、英国の政治家、ジョージ・ギャロウェーとジャーナリストのロバート・フィスクを称賛した。なぜなら、彼らは、イスラム教に敬意と参観を示し、イスラム教が真実であることを認め、ムスリムの大義に共感を表したからである。もっともガダーンは、お前たちはもうフェンスの上に座っているべきではない、腰を上げて、 真実の側に歩み寄るべきではないかと付け加えたが、ガダーンは米兵たちに対しては真実に対して比例不し、信仰なき軍隊から逃亡し、勝ち組に仲間入りするよう呼びかけた。2007年5月29日、ガダーンはもう一つの映像、アメリカ人アダム・ガダーンによるアルカアイダの対米警告ビデオをネットに公開して物議を醸した。このビデオの中で彼は、 ブッシュとアメリカが来たるべきテロ攻撃を回避するために実行しなければならない6つの行動をリストアップした。そしてガダーンは次のように警告した。もし、お前たちが我々の命令に背くなら、その時はアッターのおぼしめしによって9.11やアフガニスタンやイラク、そしてバージニア工科大学の恐怖を全て忘れるような経験をすることになるであろう。 オバマ大統領は2015年4月23日、アダム・ワダーンが同年1月19日に CIA が行った無人攻撃機による爆撃で死亡していたことを公表し、同年6月にはアルカー・イダ側も同志が1月にパキスタンで死亡したと機関紙において報じた。ありがとうございます。